あの、聞きづらいのですが、さやちゃんはやっぱり欠席？もちろん誘ったよ。でも、ミブさんが殺人事件の犯人として捕まってるからね。さやもまだ気持ちの整理がついてないみたい。さやの話か。まあそうだろうな。ショックだろうけど、いろいろと引っ張り回されて悲しむ暇すらないんじゃないか。そうね。ミブさん亡き今、神代堂の跡取りはさやちゃんしかいないからね。心配です。さやちゃんああ見えてすごく繊細な子なので。あれ、よく知ってるな、さやのこと。え、あ、これはなんとなくです。私の勝手な想像です。花子の言う通りだよ。さやって実は努力家でさ、勉強も運動も人一倍頑張ってるの私知ってるんだ。それって絶対に跳ね返してるんだよ、上白家という大きなコンプレックスを。まああんな性格だから人前では絶対にそんな素振りは見せないと思うけどさ。ビンゴー。おお、ケンスケ君、ビンゴだ。やっとか。これでビンゴから解放されるのね。あんたさ、それだけ穴が開いてるのにビンゴにならないってどういう器用さよ。そうですね、他のみんなはとっくの塔にビンゴになっているというのに。しかもそれ何リーチなんでしょうか。やたらと穴は開くのにビンゴにはならなかったんだよな。ちょっとケンスケ、それ貸してみ。3、4、5。え、ギリギリ、これすごいわ。奇跡の12リーチ。ダブルリーチとかトリプルリーチはよく聞くけど、12リーチって。ただ一つ言えるのは、面白いように穴は開いたということだ。チャンスは多いが逃すタイプか。とにかくビンゴだ。なあ、もな。貧乏？貧乏じゃねえ、ビンゴだっつーの。はい、それじゃあみんなビンゴになったところで商品の発表です。待ってました、マスター。最初にビンゴになった人からね。それじゃあ、はい、山田花子ちゃん。ありがとうございます。私ビンゴ運悪い方なんで嬉しいです。商品は1週間ランチ食べ放題。え、マスター、空気読めや。花子明日帰っちまうんだぜ。しまった。2位の人と交換すれば。あ、そうしましょう。もし次の方がよろしければですけど。そうだね。では2番目にビンゴになった龍崎涼子さん。山田、私のと交換してあげるから安心しな。おなしゃす。お、これは龍崎さんにぴったりだ。グラスワイン飲み放題券。え、マスター、空気読めや。なぜ高校生の別れ会にアルコール入れんねや。関西弁のまゆみ怖えよ。この先の商品も期待できないわね。そうよ。さや、よく来たね。ごめんなさい、私には場違いだと思ったのですけど。安心しろ、さやにはどんな場所も場違いだ。ケンスケ、あの、今回は兄が本当に申し訳ないことを。もう私どうしていいのか分からなくて。マスコミにもえらく叩かれてるわね。
上城堂の商品不買運動まで起きてるみたいだし、お父さん矢面に立って偉いと思うわ。そんなのは当然です。上城家全員で罪を償っていかなければならない。だけど家族の不祥事で日本中、いえ世界中にいる上城堂何万人もの社員を、その家族を路頭に迷わせることは決してできない。父は今償いと再生の両方の責を担っているんです。見ていて頭が下がるほどです。だけど私には何もできない。悲しくて家で一人で泣いてたら、どうしてもどうしてもみんなに会いたくなっちゃって、ごめんなさいごめんなさい。いいんだよ、さや、来てくれて嬉しい。辛い時に私たちを選んでくれたんだよね。さや、食べな。そうだ、さやちゃん、食べて食べて。人間食べることができればいつかちゃんと元気が出るようにできてるんだから。はい、みんなありがとう。さやちゃん、あのさ、さや、俺たちの前で気取ってんじゃねえぞ。え？身分なき今、上城堂を支えていくのはお前しかいない。だからさや、俺たちはお前を全力で応援する。お前の力でワールドエンドの制作中止だけは絶対に阻止してくれ。はあ？ほーら、こいつ事件のことなんてどうでもいいんだよ。結局ニカレイ、まあ世間の関心なんてそんなもんかもしれないけど、私に何ができるのか分かりませんが、レイちゃんのファンを裏切るような決断を上城堂にはさせません。さやちゃん、さや、よく言った。え、なんか俺元気出てきたな。よし、マスターパスタおかわり。お前が元気になってどうすんだ、こら。いいんです、私自分にできることを探してたんです。アサギ先輩のおかげでちょっと救われました。さや、俺たち仲間だろ。軽いな。ま、ケンスケ君なりのエールなわけよね。あなたの性格、私嫌いじゃないよ。お、雪のっち、こんなところで告るか。まあ、なんなら俺と遠距離恋愛ってのも。ナイス。あ、そう、いろいろ吐き出したらちょっとお腹が空いてきました。よし、じゃあパスタと、それからミウ考案の特製オムライスも追加だ。さやちゃん、じゃんじゃん食べてよ。はい。いや、待てよ、さやが頑張ったとしてもニカレイの方はどうかな。今回の騒動でニカレイが主役の座を降りるなんてことを考えるかもしれないな。まあ希代のトップアイドルだし、彼女にも決定権が。ありえません。え？主役の座を降りるなんて、途中で投げ出すなんてこと私絶対にしません。どうした、花子。私はさやちゃんがいる限り上城堂を、さやちゃんを支えていきます。はあ、しまった。あ、花子、いくらお前が絶版マニアでもニカレイを降霊することはねえんだからな。さやちゃん、今まで黙っててごめん。はあ。おい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 、嘘。え、レイちゃん？山城先生に頼んで撮影の間だけ参加させてもらってたの。まさかさやちゃんが部員だとは思わなくて。私、友達ってさやちゃんだけだったの。どうしてだかわからないけど、さやちゃんは初めて会った時から他人のような気がしなくて。私もそうだよ。私にとってレイちゃんは地位も名誉も関係なく相談ができる特別な存在だった。私にお姉ちゃんがいたらこんな感じかなって、そんな風にずっと思ってた。さやちゃん、私も上城堂を支える。ううん、そんな大きなことはできないかもしれないけど、あなたの力になれるようにこれからも私頑張るから。姉ちゃん。
びっくりした。花子があのニカレイってことでいいんだよね。あんた知ってた？マジか！なんで黙ってるわけ？あ、で、まあ言えないか。あれ？ケンスケは？そこで廃人になってる。完全に機能停止してる。まあ無理もないね。この約1ヶ月いじくり回してた花子ちゃんがニカレだったんだから。起きた。あのさ、俺思うんだけど。おお、突然話し始めたわよ。花子がニカレイだった。いや、ニカレイが花子だった。いや、花レイがニカ子だった。落ち着け。とにかくだ、これは俺たちの試練だと思うんだ。花子がニカレイだった、この事実を俺たち全員が心の中にしまっておくことができるかどうか。俺は守る、花子。花子が秘密にしたいのなら全力で。だって仲間だから。そうだ、雪のち、ここにいるみんなは仲間だからだ。こんな俺にやっとできた大事な仲間だからだ。みんなで誓おう。これはミスケンだけの秘密。そうだね、これはミスケン全員で守らなきゃいけない秘密だよ。みんな、お兄ちゃんも、あと龍崎さんも。私も？高校生の秘密ごっこに参加しろってなんてね。いいわよ、乗ってあげる。俺も光栄だね。みんな手を出して。花子ちゃんの、いえ、二階堂レイちゃんの秘密をみんなで守ることをここに誓います。誓います、誓います、誓います、誓います。誓うぜ。誓います、誓います。ありがとうみんな。あの、ニカレイさ、悪いけど、メガネかけておいてくれないかな。え、どうしてですか。ちょ、ニカレイ、まともに目を見れなくて。憧れのアイドルを前に素の自分を出せなくなってるのね。これでいいですか。なんだ、花子じゃねえか。いやー、苦しかった。てか、花子がニカレって泣くね。心臓止まるかと思ったわ。戻ったわね、いつものケンスケくんに。あ、私もいつものケンスケくんの方がいいです。さやちゃんも頑張ってね。私ももっと勉強して上白堂のためにいい記事を書けるように頑張るから。雪乃さん、ありがとうございます。まあでも、上白堂もいい方向に行くような気がするわね。上白親子は今、針のむしろだけど、さやは実際には違うわけだし。え？違う？違うって何が？あ、いけない。なんでもない。マスター、お勘定。何その下手なごまかし方。なあ。縁も竹縄だし、この辺でそろそろ中締めしようと思うんだけど、どうかな。なんだよマサ、これ以上続くと店の食材全部龍崎って刑事に食い尽くされるって心配してるのか。失礼なこと言うガキだね。私を大食いタレント扱いしないでくれる。龍崎さん
ついに焼きトウモロコシを丸々一つかじり出し始めましたからね。デザートだろ、デザート。夜店でやるだろ。それじゃあ。最後に一言、お願い。なるほど、それは賛成だね。そうですわね。実はミスケン、影のリーダーは彼じゃないかって私常々感じてましたの。まあそうだな、ユキノッチも花子もお前が来てからここにいるみんなが集まったんだし。特にケンスケな、こいつを出しにしてまんまとミスケンに入ってきたし。そういえば浅木先輩って夏季活動限定じゃありませんでした？ということはこれでめでたくタイム。あ、お前いいところに気づきやがったな。浅木くんの処分はさておき。処分って言うな。卒業じゃねえよ。めでたくもないし。そうですね、撮影の間はマネージャーから合図禁止令が出ていたんです。それを抜け出して。そうなんですか、まるでお魚くわえたドラ猫を裸足で追いかける主婦みたいじゃないですか。でもその時に声をかけてくれたんです。私恥ずかしくてアイスを買っていただいたのに逃げちゃったんです。かわいい、花子っぽいぞ。すっかり花子にはまったな、ケンスケ。嬉しい、私友達がいなかったから見果て高校に行くの本当に楽しみだった。ニカレイ、また来年の夏、うん、うん、冬でもいい、みんなと一緒にこの町で過ごしたい。青春したいです。またいつでもおいで、せっかく制服も買ったんだし。でも花子ちゃんが持ってるのは夏服だよね。そんなのいつでも私が送りますわよ。レイちゃんの服のサイズは全部知ってますから。ちゃんと胸のところは特注でサイズ緩めにしておくからね。そうだ、ニカレイのバストサイズは。おい、こいついきなりぶっ倒れたけど大丈夫か？多分二階堂レイの水着グラビアを思い出したのだと思います。時々激しいのあるからな。お兄ちゃん、あー、いやーほら、転校生くん続けて、次は雪乃ちゃんにだな。なんだよ、まずは出会いからだろ。第一印象ってのは重要だからな。君と初めて会ったのは列車の中よね。列車に揺られて眠ってたの。それを見た時死んでるのかと思ったわ。あんたそんな爆睡してたのか。そう、君を起こしたけどなんだか夢心地でね、乗り換えなきゃいけなかったから無理やり引きずり下ろして向かいのホームに止まってた列車に飛び込んだの。席に座らせてもそれでもまだぼーっとしてたよね。私は自分の名前を名乗ったわ。だけど君は教えてくれなかった。教えてくれなかったのには訳がある。そうじゃない？君は自分の名前を言えなかったのよ。あの、それってどういうこと？それは本人の口から聞きたいの。言いたくなかったのか、それともまだ慣れていなかったのか。ちょっと雪乃さん、慣れてなかったってそれどういう意味？そっか、やっぱり真弓ちゃんも知らなかったのね。ん？おい、どういうことだよお前。答えないの？
ねえ、あんた。ああ、私だ。ちょっとごめん。はい、もしもし。ああ、なんだ。どうしたの？こんな夜遅くに。ちょっと今手が離せないんだよね。こっちでお別れ会やってて。そうでしょ？多分それが正解。君は慣れていなかったのよ、新しい名前に。この名前をまさか見果て町に向かう列車の中で使うとは夢にも思っていなかったんでしょうね。君はその名前を口にするのを躊躇した。雪乃さん、まさか今まで私たちが呼んでいた名前は悲鳴だと？それは本人の口から聞きたいわ。私だって悲しいんだから。おい、答えろよ。俺たちそんな隠し事する仲じゃねえだろ。答えてよ。どうして、どうしてなの？どうして正直に言ってくれなかったの？私、君が読み人でも。雪乃さん？おい、雪乃っち？気持ち悪いのか？ごめんなさい、急に。洗面所に行こう。花子ちゃん、悪いけど手伝ってくれるか？はい。今、雪乃さん、読み人って言いました？あなたが読み人でもか。あ、マミ、